未来のザマスとブラックに敗れた悟空たちがカプセルコーポレーションに帰還した頃、現在のザマスは、ゴーアス様、また神チューブをご覧になっているのですか。神チューバーになろうと思ってな。冗談はさておき、お前も見てみなさい、この戦いを。これは孫悟空。しかもなんだ、この奴のまとっている木は。これは神の木ではないのか。神のパワーすら身にまとうというのか。ゴーアス様、あの星々は。いや、おそらくスーパードラゴンボールだ。スーパードラゴンボール。私自身実際見るのは初めてだ。この試合は第六宇宙と第七宇宙の破壊神があのスーパードラゴンボールをめぐって争っているものだよ。破壊神が奪い合うほどのもの、きっと特別なものに違いない。それは一体どういったものなのでしょうか。どんな願いでも叶えてくれる玉だという噂だ。どんな願いも叶うだと。そんなものただの噂ではないのですか。Hello, everyone. いよいよ対決もクライマックスかな。はい。